作りって何だっけ。これね、アロゼっていうフランス語で、はい、ありがとうございます。Xin chào các bạn đã đến với channel Ringo JP. Hôm nay mình có hẹn với một người vô cùng đặc biệt. Ôi sao chưa mới đi? Jimbo ですよ. Jimbo と言います. よろしくお願いします. Đây chào các bạn, đây là sếp Jimbo. Yeah.今日ね、僕の同級生、幼馴染、中学校の同級生のお店、僕はお寿司なんだけれど、僕の同級生はもともとフレンチだし、こちらです。こんにちは、シェフ。いつもこの格好なんですね。銀行に行く時も銀行に行く、やばい、大丈夫。どこに行く時もこれを着てるわけ。冗談冗談。おすすめ、はい、僕の方から今日ね、ぜひシェフに。シェフ、よろしいですか。はい、はい、ハト。ハト、ええ、ハト、ハトかな。で、ジローシェフはあのですよ、横浜、はい、ランドマークタワー、はい、何回だっけ。70回70回にシリウスっていうフレンチのレストラン、はい、そこの総料理長、光栄です。はい、このぐらいなんかミディアムレア。いや、わかる。で食べたらいいですね。最高。ウェルダンまで入れないで食べれるから。なるほど。これがしっとりした感じで。すごい。シェフ、これはバター？これはね、麹の、フォンドボー。フォンドボー。だしに赤ワインとかエシャロットとか入れてベースのソースを作っておいて、で、あれですね。ブルーチーズ、ブルーチーズ、ブルーチーズ入れてる。そう、はい、はい、ありがとうございます。めっちゃ美味しそう。これは bên trong vừa chín tới nhìn rất hấp dẫn。これ何これ、やばい、trời má ơi, vừa đậm đà vừa béo, rồi cái thịt này rất là mềm mại, không tan trong miệng rồi.シェフのね、はい、寿司食べたい。あ、もうそうなんですよ。皆さんにそういうふうに言っていただいてすごく嬉しくてですね。はい、僕実は浅草で、はい、今料理教室をやってるんですね。そうなんですか。はい、もうすべての人に、英語でも教えられるし、日本語でも教えられるんだけども、はい、もういろんな世界の人たち今教えていて、はい、去年なんかテレビにも出ちゃった昼の番組みたいな。伝統的な巻物もやる、教えるし、あと握り寿司。楽しく教えるんで、もうね、はい、僕ずっとアメリカで料理教室もやっていたんで、はい、難しく教えません。もうとにかく楽しく、もうお酒もありで、握り方とかも教えるし、あとはなんでお寿司屋さんにみんな質問があると思うの、とわさび、なんでわさび出さないガリっていうジンジャーを出すのとか、はい、あといろんななんかこう不思議なことがあるでしょ。盛り付けが斜めになってたりとか、あれ全部意味があることも教室を教えます。今度ベトナムから日本に遊びに来る方にも、その例えば日本のお寿司屋さんでの頼み方、頼み方はみんなこう、はい、なんか白身から頼もうとか、なんとか言って、僕全くそっちと違う意見で、基本は食べたいものを食べていいと。失礼のない食べ方、失礼がないように食べたいって言ってることでもう OK です。もうそれだけで僕ら中のいる人間はもう、ああもう気持ちで OK。 もうその気持ちがあれば、その何がどうだってことはないです。
ただ一つだけ守ってもらいたいことなんですか。お寿司を何でもいいです頼みますよね、はい、頼んだ時に、はい、食べシェフで板前さんなりシェフが出したお寿司をずっと置いとくのがちょっときついから、はい、それどこどこのヒラメですよそのままどうぞってパクッと食べておいしいって言って友達と話をしてほしい。これずっと置いてるとねすっごい気になる。勉強になりました。そこだけ順番とかお箸でもいいし、指で食べても構わないし気使わなくていいっていうこと。ないです。全然ないです。オッケー。はい、はい、バイヨー、はい、バイヨー。うん。あ、いい香り。はい、美味しいですね。なんか、すすめありますか？すすめそうです。もう私の知り合いが捕まえて、ここで撃ってる鹿がいるんですけど。鹿？で、それを日本の独特のしば漬けっていうお漬物があるんですけど、それのおソースで。お出しします。はい、いただきたいです。地元横浜のね、はい、お野菜の盛り合わせで15種類ぐらい載ってます。15種類。はい、これポルチーニリキノコのリゾット。わあ。はい。実は。はい。何？シェフジロー。はい、シェフ二郎さん、はい、ご両親が伊豆の伊豆高原っていう素晴らしい城ヶ崎すごいね綺麗なところがあるそこで実はね、うんうん、旅館を経営されて本当に温泉旅館温泉旅館を、ね、経営されて、はい、そのご両親はもともと実はそういう経営レストランとかごめんなさい旅館とかをやってるんじゃなくて、うんうんうん、実はなんとかねみんなもうベトナム人も大好きアニメの仕事してた。アニメの仕事。どんな、アニメ作ってたんですか。実写版ですかね。アニメであった漫画にあったやつを実写版のですね仮面ライダー。で今は旅館をやって花吹雪っていう。花吹雪。ね、今度ね、行きましょう。ぜひ行こう。Cái vòng màu đen như thế này là loại hảo hạng, còn vòng màu đỏ là loại cấp thứ hai nha, level thứ hai, level thứ nhất đây, trời ơi.美味しかったです。美味しかった。ぜひ今度浅草の僕の料理教室、今度お寿司を約束します。オッケー。はーい。Cảm ơn các bạn đã xem đến phút cuối cùng. Nếu bạn quan tâm đến món Pháp của Chef Jiro, Onsen Hanafubuki hoặc lớp học sushi ở Asakusa, thì đừng quên check vào thông tin đã được gắn ở dưới clip nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.